真夏の衝動買い第2弾です。皆さんこんにちは、ポチ情熱応援団団長です。夏って時計買いたくなりますよね。夏じゃなくても買いたくなるんですけど、特に夏もうなんか暑いから時計買おうってなる方多いと思います。ということで今回も衝動買いした時計お伝えしていきたいと思います。また今回も衝動買いした本人後ほど登場していただきますので、開封するところまでは私一人でやっていきたいと思います。じゃあもう早速ですけど、箱小さいですからね、サクッと開けていっちゃいたいと思います。なんか包みとかがもうね、もう衝動買いって感じですよね。たまにねこういうラフな感じなのも欲しくなる。でここさっき紙袋にもありましたけど、ウォーター書いてありますね。ウォーターの時計なのか、果たして袋だけなのか、それとも。見ていきます。 G-SHOCK 吉田&カンパニー G-SHOCK、 ダブルネームなんですね。これは期待できますね。ということで開けていきたいと思うんですが、箱かっこいいな、これさすがウォーター。裏にもなんか書いてある、ダンボール。なんかこのダンボール、この多分普通のロゴというかリサイクルマークなんでしょうけど、これすらかっこよく見えますね。これどっち向きに入ってんだろうな、こうこうでいいの。開けますね、カモン。うおい、袋に包まってました。 G-SHOCK ポーターコラボ。あーもう色がいいじゃないですか、これ。出していきましょういいな G-SHOCK、 この袋に入ってる感じ最高です。はい、こちら。おーおー、これめっちゃいい、すげーかっこいい。あーいい、あもうつけちゃおう。あーいいこれ欲しいな、普通にこれ私も欲しいです。かっこいいな。種類で言うと何になるのか、どっかに書いてあるのかな。さっきのやつ説明書一応ここに入ってるんで見てみますか。 3465JA、 これ多分中身だよね、これはね。なのでこれちょっと後でリファレンス等は後ほどスペックのところでお伝えしますね。後半にざっと見ていきます。色がいいぞ、ね、ターコイズブルーというかピーコックブルーというか、ちょっとグリーンがかってるターコイズ系のブルーですよね。それを黒の中に入れるとこうなると。ターコイズブルー系の文字盤だったりとか、そういう系の例えばラバーストラップだったりとかっていうのは最近流行ってはいましたけどね。 G-SHOCK らしいこの収め方、黒の中にそれを紛れさせるっていう方法、めちゃくちゃセンスいいな。でもやっぱりデザインセンスって言った時に G-SHOCK だけではきっとこのまとまりっていうのは出せなかっただろうなと思いますね。やっぱりポーターが入ったことによってセンスよくまとまったんだろうなっていう、いわゆるデジタルのみの時計ですね。アナログ表示はない。見てて楽しいな、これ厚みまあまあありますね。裏はこんな感じです。ベルトのバックルも黒。あ、ここ黒なのいいな。通常銀色のものが多いですもんね。ここまで黒にしてくれると統一感出るな。めちゃくちゃかっこいいし、めちゃくちゃ夏の衝動買いっぽい、いい時計だと思います。ご購入おめでとうございます。イエイ、夏の衝動買い第2弾でございます。ね、買いすぎだよ。しかもさ、コーニッシュと同じ日に買ってるからね。そうなんだ。あのコーニッシュを買って、ね、で友人とそのままワインバーに行って、うん、まあ、夕方だよ。でちょっと暑い中で、はい、喉乾いたねっつって、うん、じゃあワインで乾杯だ、お疲れって言って、でそこでちょっと話し始めるわけですよ、うん。実はもう一つ限定品があるんです。はい、でそれがこの G-SHOCK の話。あ、そうなんだ。でそのコーニッシュのニュースが届いたっていう話をさ、昨日公開の動画かな、そうね、でやってると思うんだけど、そこで限定って今何あるのかなとか、うん、なんだかんだ G-SHOCK 持ってなくて、やっぱり1本ぐらいどうしても欲しいなっていうのがあったから、うん、なんとなく
探してみたら、はい、その見つけたのが、うん、この G-SHOCK のリリースだったんだよね、うん、そうなんたまたまねたまたま見つけて、はい、めっちゃかっこいいじゃんしかもポーターでしょって、うん、ポーターめっちゃ大好きだから昔から、うん、ポーターと G-SHOCK とかねねたまらんよねたまらないよたまらないよそれだけでそれだけで買う理由だよねいまだにヘッドポーターのバッグとかさ 2,3 個持ってるぐらい買ってたから買うっしょみたいなノリで見たら、ね、まあほぼほぼ同じ日だったわけですよ、うんうん、1日ずれかかなぐらいの発売日のずれぐらいで、はい、まあこれも覚えとこうみたいなノリだったわけですよね、うん、でコーニッシュ買って、うん、ワインで乾杯して、はい、そういえばねって言ってこの G-SHOCK の話をして、うん、あでその G-SHOCK も今日発売なんだよねで近くにあ表参道だからさ近くにポーターがあるから、うん、もし売ってたらこの後買いに行っていい、はいはいあ全然いいし飲み終わって売ってんの行きましょうみたいな話になって、うん、じゃあちょっと電話して聞いてみるわっつって、うん、在庫確認したら、はい、すいません当店分はもう全部売り切れましたあーまあだろうねあーそうですかと、はい、都内一番近いのだと新宿だと思うんですけど何かありますかね、うん、新宿も売り切れてるようですね、うん、銀座どうすか、ね、銀座も売り切れてるようですねあと関西の方で割り当てがあるかどうかみたいな会話をしてて、この野郎と思うわけじゃん、うんこの野郎メルカリかっつってこの野郎メルカリとヤフオクかっつってチェックしに行くわけじゃん、はいはい、もうプレねえよああもうねそうだよねだから転売屋って言うとさ、うん、そのロレックスみたいなとこになるけど、うん、そっかこういうところも命って生きてんだみたいなさ全然ありますよこういうところもああそうそうそ う, そう、ね、限定ならなおさらでしょう冷静に考えるとね G-SHOCK でポーターのコラボってさ、うん、若い子たちに対する人気っていうのかな、うん、が全然こう分かんなかったけど、うん、やっぱ未だに元気なんだなっていうのをいやそうだろうね思ったねポーター分かんなくてもこの色が良かったりとかするとね、うん、あそれはある間違いなくある、ね、もちろん色で惚れたところもあるし結局僕これ3万円で買ったんですよおープレネですねプレネです、はい、2万2000円ぐらいのかな2万2000円です3万円ぐらいなんだけど、はい、まあでもなんかこう値上がりのさ雰囲気って分かるじゃん、うん、リアルタイムで見ると、うん、これ多分36ぐらいだなってああ行くだろうねもっとねそうもうちょっと行きそうな匂いがしたなって思ったし、ね、まあそんなに損しないし、はい、G-SHOCK が欲しいなって思った時に、うん、これ以上の G-SHOCK ってなんかあんまないなと思ってて、うんうん、G-SHOCK も僕形これが一番好きだからはいはいあまあじゃあ結局これが一番欲しいやつでしょって思って、うんまあ、3万ぐらいならいいかって言ってでまあ変な言い方だけどね、うん、転売屋さんの中では良心的というか、いや確かになんか真面目にこう活動してるような履歴がある方だったから活動してる履歴あの過去の出品ってあるじゃん ありますねあれ見ると、はい、めっちゃ転売屋頑張ってんだなみたいなあそういう感じだだからそこが信用できたのと、うん、もうさ、うんめちゃくちゃコメント入りまくってたんだよ、うんうんうん、もう更新するたびにコメントが1個ずつ増えてくるような感じで、うん、あと1000円値引きできませんかとか、ね、発送はいつになりますかって、はいはいはい、でこうコメントが並んだとこ判断が遅いっつって、うん、速攻買うっていう割り込みで割り込みいいんじゃないでしょうかそうそうそう、ね、まあそんな感じで、まあ、横でねリアタイで見てた友人はもしかしたら面白かったかもしれないですけど、うん、ただ物としてもまあ安心感あるしそうだねここで例えばさ赤文字とかだとあ G-SHOCK って感じだけどさ、うん、なんかこれぐらいだとちょっとこう、ね、おしゃれじゃないっていうおしゃれですよ、うん、これめちゃくちゃいいんだよな本当にいいよ ね色最高ですよこれ例えばこれがさ赤だとやっぱ G-SHOCK 感強くなっちゃうし、うん、じゃあ黄色オレンジ、うん、なんかちょっとなってなるし、うん、スポーティーになりすぎる、うん、なんかいろんなこと考えてくるとこのグリーンちょうどいいいやちょうどよかったと思うめちゃくちゃちょうどいい、うん、これレギュラーモデルもあるじゃないですか、うん、レギュラーモデルはザ・G-SHOCKみたいな色してるんですよねそうだねであれはあれでまあ安いんだけどあっちは1万2000円とかなんですけどね、うんうんまあ、でもね色が違うけど、うんまあ、でもこのデザインセンスみたいなところはやっぱり G-SHOCK だけだとできなかっただろうなと思うところに落ち着いてるんだよねそうだねしかもグリーンでもさちょっとこう、うん、蛍光性があるっていうか、うん、蛍光色っぽいじゃない、うん、ターコイズ寄りですよねああそう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 、その辺が少しさアーバンなんだよね、うん、自然のグリーンっていうより、はいはい、都会のメタリック寄りな、うん、でももちろんゴムだからそんなメタリックじゃないんだけどさ、うん、それがなんかねこの G-SHOCK のかっこよさを引き出してる気がするよねこれもかっこいいと思ういいまたいい時計買ったないやそれはもうねポーターと G-SHOCK のね掛け算でさ変なもの出てくるわけないから ね最高にかっこいいと思います最近暑いから本当にでも暑さんであんまり T シャツ着ないけど最近着てるじゃないですか今年はねもうファッションとか言ってる場合じゃないわいやそのぐらい暑い死んじゃうからマジで死んじゃう無理、ね本当に、うん、エアリズムとか着てる場合ですよ今は
いやエアリズム着てる場合だし、なんだったら着たくもないよねむしろ着たくない、むしろ着たくもない、水着で歩きたいみたいなね。あそんなレベルですからね。部屋とかマジでエアリズムのさブリーフ1枚だからね。プールサイドでつける時計とかさ、よくテーマに上がるけど、そんなの G-SHOCK 行ったかに決まってんじゃん。間違いない、壊れないからね本当にのが実情だわ。いや優秀ですよ本当に G-SHOCK は。そう、うん、だからそのあとはさ、この間のデートなしかりなんだけど、うん、なんかその中で個性があるなって思った。おお、その中で個性がある。そう、デートナはデートナで、はい、G-SHOCK は G-SHOCK で、はい、自分に似合うんだったらどれ、はい、おお、なるほどね。その中での自分に似合う、そうそうそう、はいはい、確かにカシオークのイメージはないかも。そうそうね、そう、じゃああの5000シリーズかっていうと、うん、オリジン、うん、でもないよね。そうで、あとゴリゴリのさフロックマンとかでもないよね。でもないと思うだから G-SHOCK の中でもこれはまあ割りかし合いそうだから、うんうん、確かにこのデザイン、この色はドンピシャに合うと思う。うん、もちろんねこれがベースかっこいいっていうのはあるけど、だからそういう中でもちろんその買う以上さつけたいから、うん、自分に似合うっていうのが主軸にあるから、うん、はい、だからその中では本当にいい出会いだったなって思う ね。よく見つけましたね。でも縁ですね本当に。たまたまだから本当縁だと思うよ。それは衝動買いするタイミング命みたいなところあるけど、うん、もう見つけたらさ行かないとね行かないと本当に買えないです。いや今の環境マジスピード勝負だからさ、ね、ためらってる暇がないっていう。で購入週買ったばっかりだし、うん、心はオープンだ、行ってみようみたいな感じだ。いや本当それだよあ、加工にしよう買ってさついでに行ってみようみたいなテンションハイになってるところにさワイン一杯ぐらい飲んで、そのさヨタ話をしてる中のこの動きだから、うん、そうだね、まあ、それは押すよね。3つぐらいだったらさ面白いいいと思いますまあそんな感じでした、はいはい、ということでじゃあぜひ楽しんでください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、試着させていただいております。G-SHOCK はカジュアルな時計なので、カジュアルなスタイルの服であればどんなものでも合いそうですね。もちろんスポーツスタイルにもよく合うと思います。スーツとかジャケットに合わせるときは結構気を使うような気はするんですけど、普段例えばユニフォーム的にスーツを着て動き回るような方であれば全然ありかなとは思うんです。もちろんデザインだけ見た場合にスーツに直接ドンピシャで合うかって言ったらそんなことはないんですよね。結局その方のライフスタイルというか仕事のスタイル次第かなとは思うので、スーツ動くためのものじゃんみたいな方にとっては G-SHOCK 全然ありだなとは思います。最後に簡単にスペックをお伝えしていきます。こちらケースの幅が 46.8 で厚みが 15.5 ですね。リファレンスナンバーが DW5900 だそうです。通常モデルの5900は 12,100 円で、レギュラーモデルなのでおそらくまだ販売されていると思うんですけど、2018年にブランドの原点を見直すみたいな感じで作り直されたモデルだそうです。でそれの色違いということでこちらポーターとのコラボが発売されています。7月21日に発売されまして、ポーターの一部のお店と吉田カバンのオンラインショップ限定で販売されました。で今現在オンラインサイトの方ではもう売り切れになってますね。お値段は 22,000 円です。時計の機能としてはいわゆる G-SHOCK の機能、20気圧防水、それからアラームとかワールドタイム、カレンダー、その辺は搭載されております。ソーラーとか電波は入ってないですね。いわゆるオーソドックスな機能を積んだ G-SHOCK といった感じです。でやっぱりこの色がいいな、統一感も素晴らしいなと思います。以上、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。